ございます、おはようございます、シャローン、シャローン、おはようございます。今日はですね、復活祭、復活祭の次の日曜日ということで、イエス様はですね、先週の日曜日に復活されて、弟子たちの前に現れました。そして、その次ですね、今日なんですね、8日目とあります。8日目というのはイスラエルの数え方で、数えで数えるので1週間は7日ですが、次の日曜日は8日目ということなんです。8日目の日にもう一度イエス様は弟子たちに現れました。そして、復活した日にですね、トマスがいなくて、トマスは疑い深い人で、自分の指がですね、イエス様の手とか脇腹に入れてみないと信じないと言ったんですが、イエス様は優しいお方で、その8日目にもう一度、弟子たちに現れた時にトマスにね、私の脇腹に指を、入れなさいとおっしゃいました。トマスはもちろん指は触らなかったんですが、復活したイエス様を見てですね、我が神、我が主とイエス様を礼拝したんですね。そしたらイエス様がですね、見て、あなたは見て信じるのですか、見ないで信じるものは幸いです、見ないで信じるものは幸いですとおっしゃいました。私たちはですね、イエス様を直接見ていません。蘇ったイエス様を直接見ていません。しかし私たちは信じます。イエス様が蘇ったことを信じ、イエス様が生きていることを信じます。イエス様が十字架にかかる前もですね、イエス様を礼拝した人はいました、いました。イエス様が生まれた時も東方の三博士はイエス様を礼拝しましたし、羊飼いたちもイエス様を礼拝しました。またシメオンとかアンナも礼拝しました。それからイエス様が、伝道している時に、多くの人がイエス様を礼拝しました。そして、イエス様が復活した時ですね、イエス様を復活して弟子たちに会った時、弟子たちはイエス様に礼拝しました。礼拝とは何でしょうか。神を礼拝する、神を礼拝する日曜日はですね、日曜礼拝という言葉があります。日曜礼拝、クリスチャンは日曜日に集まって礼拝します。今日はですね、コロナのこともあって、ネット礼拝だけです。リアルでは集まってません。ネット礼拝だけですけど、しかしネットでも皆さんが見てくださってるということは、事実上集まっていることになるんです。皆さんが、ネットを通して礼拝に参加して、ネットを通して御言葉を聞き、ネットを通して、賛美することができます。ぜひ皆さん、私たちは日曜礼拝を通して、礼拝することをします。礼拝します。今日は礼拝について学びたいと思いますが、礼拝とは何でしょうか。礼拝とは何でしょうか。イエス様を礼拝するというのはどういうことでしょうか。一つそのヒントがですね、ヒントは、人間の一番の罪は偶像崇拝です。偶像礼拝と言ったらいいでしょうか。多くの人は、偶像を礼拝します。偶像とは何ですか。偶像とは神じゃないものを礼拝する、神じゃないものを崇拝する、それが偶像崇拝です。ですから偶像崇拝と、誠の礼拝と、2つあるわけですね。人間はどっちかなんですよ。
私は無宗教です、私は神を信じませんと言ってる人がいます。しかし、無宗教の人も何かをですね、何かをこう大事にしている、何かを持っている、自分というものを持っているかもしれない、自分の考え方を持っているかもしれません、それが偶像になるんです。本当の神じゃないもの、持っているならばそれが偶像なんですね。そして、聖書が言っているのは、まあ、この世の中は偶像の世界だということです。この世の中は、偶像崇拝の世界、偶像だらけとも言えるでしょう。人によって偶像は違うかもしれません。でも偶像礼拝のですね、特徴は肉的だということですね。肉的であり、欲望的であり、形だけとか見栄とかプライドとか、まあそういうものが、偶像崇拝です。この世はそのような偶像の世界だということです。そして私たちはですね、その私たちはイエス様と出会って、イエス様と出会って、本当の神を知る、本当の神と出会う、そこにおいて私たちはまず、偶像から、偶像を捨て偶像から離れなければなりません。その一つの御言葉は、この世と調子を合わせてはいけない、偶像崇拝の世の中と調子を合わせてはいけない。この世は偶像礼拝の社会ですから、私たちは、偶像礼拝をしない、偶像崇拝をやめる、この世と調子を合わさないということが大事です。それが、まあ、清さということです。清さとは何ですか。清さとは、こう罪を犯さないということだけではなく、偶像崇拝から離れるということ、偶像を持たないということが清さとも言えるでしょう。そして、御言葉で、この世のもの、この世のものを愛してはいけない、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などはこの世のものです。そういうこの世のものを愛してはいけない、偶像を愛することが偶像崇拝です。イエス様を愛することが誠の礼拝です。私たちは以前は偶像を愛していました。しかしそれをやめて、それを悔い改めて、イエス様だけを愛するようになります。それが誠の礼拝です。この世を愛する者は道地を愛する愛はないと書いてあります。第一ヨハネ。多くの人はこの世を愛してるんです。この世のものを愛しています。目の欲、暮らし向きの自慢、肉の欲、そういうものを愛してるんです。それは神を愛する愛とは違うんだという、反対だということですね。クリスチャンは、この世を愛さないで、イエス様を愛します。まあ、それが一つの礼拝のポイントです。それでは、賛美しましょう。実は今日はですね、ここに、まあ、歌詞を貼りますので、ちょっと見えるかどうか分かりませんが、一緒に賛美したいと思います。ちょっと見えるかどうか分かりませんが、もし見えるなら一緒に歌いたいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、アレクヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Amen.
Thank you.
はい、皆さん歌えたでしょうか、歌えたでしょうか。はい、それではですね、聖書を学びたいと思います。今日の聖書はヨハネの 5-23、 ヨハネ 5-23それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わないものは子を使わした父をも敬いません。それはすべてのものが父を敬うように子を敬うためです。子を敬わないものは子を使わした父をも敬いません。アダムとエヴァはエデンの園に最初いました。ところが、アダムとエヴァが蛇の言うことを聞いてしまって、木の実を食べてしまいました。善悪を知る木の実を食べてしまいました。その結果、アダムとエヴァはエデンの園から追放されました。エデンの園から追放されたというのはどういうことでしょうか。それは神様と一緒にいられないということですね。神様とこう、関係がなくなってしまう、神様と話ができない、神様を見ることができない、それが罪の結果です。罪を犯す前はアダムとエヴァは神様と話をしてたでしょう。神の御顔を見ていたでしょう。しかし罪の結果、神と離れてしまったのです。それが霊的な死です。霊的な死というのは神と断絶する、神と関わらないということです。アダムとエヴァの人類は生まれながらにして神と無関係で生まれてくる、神を知らないで生まれてくる、それが罪ですね。罪人として生まれてくるというのはそういうことなんです。ですからこの世はですね、この世はアダムとエヴァの子孫の世界です。この世はですね、
神を知らない世界、神と断絶している世界、その結果この人類は偶像の社会、偶像の世の中になってしまったんです。神から遠く離れてしまった結果、悪魔が支配する社会になり、悪魔は人類に偶像を与えて、偶像を拝む世界、偶像を礼拝する世界に変えてしまったんです。それがですね、この社会と言えるでしょう。このコロナの問題の一つの側面は、神様がですね、人と人が会わないようにして、人がコンサートに行けない、映画に行けない、集会ができない、人間の営みをですね、この制限して、多くの人が家にこの留まり、活動ができなくしました。一つの側面ですが、神様はこの世の偶像崇拝を止めているようにも見えるんですね。この世の活動、この世の偶像を、こう止めている、制限しているように見えます。もちろんまたコロナがですね、コロナが収束したならば、また以前と、同じようにするかもしれません。しかし、少し違ってくるかもしれません。クリスチャンにとって、神様が働いていることを感じます。コロナのことを通して神様は人々に時間を与え、人々に人生を考えさせ、イエス様に、この触れる機会、聖書に触れる機会、イエス様のことを聞く機会を与えているのではないでしょうか。このコロナのことで、ネットでイエス様と出会って、放送を見たり、YouTube を見たりなんかしてですね、イエス様を知り始めている人が、多くいるかもしれません。アミルさんというイスラエルの人の YouTube があります。彼のYouTube の、視聴者がですね、すごく増えたそうです。チャンネル登録かどうか分かりませんが、1000万の人が彼の、チャンネルを見たそうですが、その中にですね、イスラム教の人がたくさんいるそうです。イスラム教の人も、家に閉じこもってネットをします、ね、そうするとですね、イスラム教の人たちはですね、イスラエルが嫌いですから、イスラエルの動画にも関心があるかもしれません。アメリさんはイスラエルについての動画を放送しています。イスラム教の人がそのイスラエルの録画を見て救われるかもしれません。今の時代は多くのイスラム教の人がイエス様と出会って信じ始めている時代ではないかと思います。それが終わりの時代です。終わりの時代は収穫の時代でもあります。神様が世の中を揺り動かして、世の中をこの、揺らしてですね、人々の偶像を取って、偶像を抜いて、偶像を壊して人々の偶像を取り去って、人々が目覚めて神に立ち返ることを求めている時代だと信じます。そういう意味で、クリスチャンは希望を持つべきです。クリスチャンは神と共に働いて、多くの人にイエス・キリストを伝える必要があると思います。多くの人は神を見たいと思います。イエス様の弟子もですね、イエス様の弟子も
ピリポもですね、父を見せてください、そうすれば、満足しますと言いました。そしたらイエス様は何と言ったかというと、ピリポ、あなたは長く私と一緒にいて父を見なかったのですかとおっしゃいました。十二弟子はですね、イエス様と3年半一緒に旅行して、一緒に伝道して、一緒に寝起きを共にしていました。イエス様は、私を見る者は父を見た、私を見る者は父を見たとおっしゃったんです。イエス様とは誰でしょうか。イエスキリストは天から来られた神の子で、父の似姿であり、イエス様の中に父がおり、父の中にイエス様がおられると言われました。私たちの信仰はイエスキリストを信じることです。イエスキリストを信じるということは神を信じるということなんです。イエス様おっしゃいました、私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできない、私を通してなければ神を信じることはできないとおっしゃったんです。どういうことですか。世の中にたくさんの宗教があって、世の中にたくさんの神々がいます。それらは本当の唯一の神、本当の宇宙を作り万物を作った唯一の神を礼拝していないということなんです。イエス様がおっしゃっているのは、私を見る者は父を見たということは、イエスキリストは信じることが、イエスキリストを敬うことが、イエス様が天から使わされた神の子であることを信じるならば、イエスキリストがメシアであると信じるならば、神を見ているんだということです。神を礼拝しているということです。日本人はですね、日本人は神社があります、お寺があります、仏壇があります、いろいろな偶像があります。日本人としてですね、神社でお参りをする、お寺でお参りをする、それが、普通になっていました、現在はあまり分かりません。ですから、たくさんの神がいて、たくさんの偶像があって、いろんな神社に行って、いろんなお寺に行きました。でもそれは、日本人の人は分かると思うんですが、その神社が誰を祀ってるか知らないで参拝したり、いろんな神社に行って違う神を参拝したりしています。それは、ご利益信仰ですよね。ご利益信仰っていうのは、願い事を叶えてくれるならどの神でもいいみたいなね、私の願いを叶えてくれるなら、いろんな神社行ったら、叶えられるんじゃないか、ね、数を多く打てば当たるんじゃないかとかね、そういう感じの、つまりご利益信仰です、ね、どんな神かわからない、本当かどうかわからない、神の教えなんか知らない、神かどうかわからない、でも願いを叶えてくれるなら誰でもいいという、それがご利益信仰です。しかしイエス様と出会った時、私たちは神を知ることができるようになりました。私たちは目に見えない神様を、目に見えない神様をイエス様を通して、イエス様を通して知り始めたんです。私たちの罪の身代わりのためにイエス様が死んでくださったというのは、私たちを愛している神様、私たちを救うために一人子イエスキリストを犠牲にするような神様、十字架を通して本当に私たちが、
から離れ、罪から離れ、正しい行いをすることが神様が願っておられる神様だということを知ったんです。私たちはイエス・キリストを信じて初めて神を知るようになったんです。それは十字架によって罪が許されて、罪が許されて、目から鱗が落ちて、人間とは何か、人間の問題は何なのか、誰が神なのか、人間はどうすればいいのか、イエス・キリストを信じるならば罪が許されるという、この十字架の贖いを体験するわけです。以前は偶像礼拝していました。以前は欲をむさぼり、お金を求め、自分を自慢し、肉的に歩んでました。それが当たり前でした。それが普通でした。口ではいいことを言っても、心の中では汚れた思いがいっぱいでした。多くの人は心を隠して生きています。心を隠して、誰も見てないだろう、自分の心は誰も知らないだろう、悪いことを考えても誰も気がつかないだろう、すべての人は心を隠して生きてますが、クリスチャンは私の心を知っている神様がいるんだ、神様は本当に生きていて私の心を知っていて、私が何を考え、嘘をついたり悪いことを考えたことを全部ご存知で、全部見ていて、全部知っておられる神だということを気づいたんです。その時私たちは人には隠していたかもしれないけど、神様には自分の心を隠せないんだということが分かったんです。自分の心を知っている神様、多くの人は神がいないから、神がいないなら自分の心を見る人はいないだろうと思うでしょう。しかし私たちは神が生きていて私たちの心を見ているということが分かったので、私たちは悔い改め、私たちは悔い改め、ああ私の罪を許してください、悪いことを考え嘘をついて自己中でした。私たちの心を知っている神様は知ったので、私たちの心はもう隠しきれない、隠しきれないのでギブアップして降参して悔い改めるんです。クリスチャンは自分の心を神に知られて悔い改めるのです。多くの犯罪を犯す人は自分の罪が誰もわからない、誰も見ていない、だから犯罪を犯すのではないでしょうか。中国ではですね、この防犯カメラがたくさんできてですね、街中に防犯カメラがあって、犯罪率が減ったそうです、ね。防犯カメラがあればですね、見られてるということでですね、罪を犯しにくくなってる。でも私たちは神様がいつも見てるという、そのことを知るならば、私たちは神を恐れる必要があります。そして私たちは自分の罪が暴露されないように隠して嘘をついて、その自分の罪がですね、分からないようにしますね。でも聖書では最後の審判の時、全ての人の罪が暴露されます。過去の全ての罪が暴露されます。ですから私たちクリスチャンは、悔い改めて、ね、過去の罪を全部、許してもらいます。パソコンでですね、
パソコンで悪いものを見たりすると履歴を消しますよね。履歴を削除します、クリスチャンは私たちの過去の履歴がイエス様の血で削除されるんですね。イエス様の血で私たちの過去のすべての罪がイエス様の血で削除されます。しかし多くの人の、過去はですね、履歴が残っているんです。削除されないんです。消すことができません。なぜかというとイエス様の血でしか皆さんの過去の履歴は削除されません。全部残っているんです。全部残っていて、最後の審判の時にそれが暴露されるんです。私たちは自分の過去をですね、暴露されたらもう恥ずかしいでしょう。私たちはイエス・キリストを信じて自分の罪が許されたということは、過去を隠す必要がないということですね。私たちは、過去によって苦しむことはないということです。神様は目に見えない神様を、伝えるために、アダムとエバによって神から断絶してしまった人類にもう一度神との和解、神との回復、神との関係の回復をイエス様に託され、イエスキリストが十字架にかかったのはイエス様の流された血によって私たちが神と和解するためだと書いてあります。私たちはイエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて生まれ変わって、罪人としての自分ではない、神の子として生まれ変わります。それは聖霊によるものです。聖霊によって私たちは神と和解して、初めて私たちは神の子になるんです。イエス様はおっしゃいました。死なる神は霊と誠をもって礼拝するものを求めておられる、霊と誠をもって礼拝するものを求めておられるとおっしゃいました。霊と誠とは何でしょうか。それまで律法学者パリサイ人たちは、神殿で礼拝していました。しかしそれは形式的であり、そして、その形は礼拝していたとしても、心が伴っていませんでした。イエス様はそのような礼拝は偽善だとおっしゃったんですね。偽善だとおっしゃいました。天のお父様は形式の礼拝ではなく、心のない礼拝ではなく、霊と誠をもって礼拝してほしいと願っておられます。そしてイエス・キリストを信じる者が聖霊を受けて神の子として、生まれ変わり、聖霊によって初めて霊と誠をもって礼拝できるものになったんです。ですからクリスチャンも、形式で礼拝してもそれは神様は喜ばないわけです。霊と誠をもって礼拝するというのはどういうことでしょうか。霊と誠をもって礼拝するということは、私たちが礼拝しているのはイエス様です。そしてイエスキリストを敬うことは父を敬うと書いてあります。イエスキリストを賛美するということは父を賛美していることです。イエスキリストを礼拝することは父を礼拝するということが分かったんです。私たちは以前は知らない神様、イエスキリストを通して神を知ったのです。イエスキリストこそ神の子であり、神と一体の、賛美一体の、
三位一体の神様で、私たちはイエス・キリストを通して初めて本当の礼拝ができるということを知ったのです。ですからクリスチャンが、日曜日に集まって礼拝するということは、まさにそれは誠の礼拝をしていることになります。しかしクリスチャンも気をつけなければ、聖霊によらなければ、霊と誠がなければそれは誠の礼拝に なりません。私たちは、いつも悔い改めて、いつも聖霊に満ちて、正しい心、正しい良心、そして、罪を悔い改めて、罪を悔い改めて心からの礼拝をするときに、私たちは 神様に喜ばれる礼拝ができるのではないでしょうか。ローマ12章1節に、霊的な礼拝は、霊的な礼拝は、生きた供え物として自分を捧げることだと書かれています。礼拝というのは日曜日だけではないですよね。礼拝とは何でしょうか。礼拝というのは私たちは、イエス様と会うことでもあります。イエス様の御言葉を聞くということでもあります。祈るということでもあります。賛美することでもあります。良い行いをすることでもあります。礼拝するというのは私たちが生きた備え物、イエス様もご自身を捧げた、つまり十字架というのは礼拝だということです。イエス様はご自身を生きた備え物として捧げました。それは模範です。私たちの模範であり、ご自身を捧げていることが死への礼拝なんです。私たちも同じです。私たちはもうイエス様が死んでくださったから、私たちが死ぬことはないのです。私たちは生きた備え物として自分を捧げる、自分をイエス様に捧げる。私たちは心も言葉も行いも全て信仰によって神様の喜ぶような生き方、神様の御心にかなう生き方をすること、それが霊的な礼拝だということです。つまり私たちは、日曜から土曜まで1週間礼拝であり、私たちの人生全部、一生ですね、人生全部が礼拝です。以前は偶像崇拝していました。以前はもう虚しいこと、汚れたこと、偶像を拝んでました。しかし私たちは悔い改めてイエス・キリストを信じて、全てが変わり、私たち自身を捧げる人生、自分の人生を捧げる人生、父なる神の喜ばれるようなことをする人生、あらゆる罪を捨て、悪を離れ、義のために生きる人生、それが礼拝だということです。誠の礼拝、それはクリスチャンの信仰による生き様、それが礼拝なんです。兄弟姉妹の皆さん、喜びましょう。私たちはイエス様を知ることができたんです。イエス様に向かって生きる、イエス様に祈ることができる、イエス様を礼拝することができる、イエス様の教えを実行することができる、兄弟姉妹愛し合うことができる、それが礼拝なんです。その誠の礼拝ができること、兄弟姉妹ますますそうしようではないでしょうか。そして喜ばではないでしょうか。偶像を避けてください。誘惑を避けてください。サタンは私たちを怪我し、また偶像を支配させようとしてきます。罪を犯させようとしてきます。兄弟姉妹の皆さん、気をつけて、ますます神様が喜ばれる
霊的な礼拝をしようではないでしょうか。神に向かってイエス様に向かってイエス様を告白し証しをする礼拝をしようではないでしょうか。アメン、アメン。今日はですね、聖餐式をします。皆さんの中でですね、礼拝を受けてご自身で、聖餐式を、用意されている方もいらっしゃると思います。一緒に、聖餐式に預かりましょう。聖餐式はイエス様の裂かれた肉と流された血を、いただきます。それは十字架を覚えることです。そしてそれは十字架は礼拝です。私たちは聖餐式を通してイエス様の礼拝に預かる。私たちも同じように生きた備え物として自分を捧げましょう。そのために私たちは悔い改めて礼拝にふさわしい心を持ちましょう。天のお父様、あなたは先週復活されて8日目の今日も弟子たちに現れました。弟子たちは復活したイエス様と出会って礼拝しました。イエス様に礼拝しました。私たちは今イエス様を見ることはできませんが、イエス様を礼拝します。復活したイエス様を礼拝します。どうぞ兄弟姉妹を励ましてください。礼拝とは何か、礼拝とは何かということを今日学びました。兄弟姉妹が、人生は礼拝なんだ、日々が、毎日の日々が礼拝なんだということ、ますます天のお父様が喜ばれる礼拝ができるように、素晴らしい日々を送ることができるように整えてください。助けてください。今コロナのことで、多くの人たちは、悩み考えていると思います。どうぞクリスチャンが立ち上がって多くの人に伝道する機会だとも思います。ネットでしかできないかもしれません。どうぞ兄弟姉妹がネットを通して多くの人を励まし、イエス様を紹介し、多くの人が真の神を知ることができるように導いてください。励ましてください。どうぞコロナで、コロナの収束をが早くなるように祈ります。早く収束するように祈りますと同時に、多くの人がその苦しみで絶望するのではなく、イエス様を求めることができますように、イエス様に触れて希望を持つことができますように、多くの人が偶像を離れるチャンスです。偶像を離れて偶像崇拝をやめるチャンスですから、イエス様どうぞ多くの人を偶像崇拝から救ってください。偶像崇拝から救ってください。日本を救ってください。世界を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様の裂かれた肉は誠の命、イエス様の流された血は誠の命。私たちはイエスキリストを信じる信仰によって永遠の命を受けます。そして、聖霊を受けて神のことなり、誠の礼拝ができるもの、神とつながり、神に感謝し、神の素晴らしさを味わうことができるものにされました。
兄弟姉妹、私たちはイエス様に選ばれて、イエス様に選ばれてイエスキリストを信じることができるようになったんです。そのことを心から感謝し喜びましょう。天のお父さん、あなたは誠の礼拝をする者、礼と誠をもって礼拝する者を求めておられます。どうぞ私たちが形式ではない、偽善ではない、真心から礼と誠をもって礼拝できるように導いてください。私たちのうちにあるあらゆる汚れたものを清め、偶像を取り去ってください。私たちの偶像を取り去り、私たちの心があなたの血潮によって清くなり、そしてあなたを心から礼拝する者、あなたを愛する者になりますように。イエス様、兄弟姉妹を清めてください、導いてください。そして、日本を救い、世界を救ってください。コロナの後にリバイバルが来ると聞いています。どうぞ、リバイバルを与えてください。聖霊の啓示を通して日本に、世界に、リバイバルを与えてください。多くの人を救ってください。多くの人がイエス様と出会いますよ。イエス様の愛を知ることができますよ。イエス様を恋愛することができますよ。偶像崇拝から離れ、偶像崇拝から離れ、イエス様を恋愛するものに変えてください。多くの人を変えてください。今リスナーの人たちで何か感じている人がイエス様を信じるように導いてください。イエス様を信じるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。聖書で、一番の命令は、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして主なる神を愛せよです。また隣人を自分のように愛せよとあります。礼拝とは何でしょうか。礼拝とは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、イエス様を愛することではないでしょうか。そして、イエス様を愛するということはイエス様の教えを愛することです。イエス様の教えはイエス様が愛したように愛し合うことです。私たちが、兄弟姉妹が愛し合うことは、兄弟姉妹が愛し合うことは、神を愛することであり、神を礼拝することなんです。兄弟姉妹が愛し合うならば、それは、神を礼拝することになるんです。人生とはイエス・キリストにあって、兄弟姉妹が愛し合って、礼拝することなんです。それではまた皆さん来週お会いしましょう。ありがとうございました。シャローン。シャローン。シャローン。